景はいい。ただ下から見る。本当に登れなくなるよね。いやダメでしょ。いやダメ。わかるけど。なくなってきちゃったら。冷たいんじゃない、さすがに。じゃあ、さっきと見るレベルなの。そんなに？あ、見渡しか。もしかしたら、高野の方が冷たいかもしれない。あ、あっちはちょっと標高高いんじゃないのね。そうか、第2弾取ろう。東京に滝があるって。まあね。これ滝の上のさ、源泉みたいなところ気になるよね。多分登山道から見えるのかな。戻るか。ポンちゃんも歩かないかな。歩くんじゃない。どっちでもいいけど。うん、登山で数こなしてるからなんか普通になってしまったね。まあ、あ、ごめん、さっきの人見たかったのかな。まあでもちょっと10分撮りたかった。あそこの滝は。まあ、どうだろう。でも別に音で歩けるから作りあったのかもしれないし、わかんないけど。うん。ごめんなさい。作るのかもしれないし、なんか別に奥に寄ってるかもしれない。うん。大丈夫だと思うけどね。わかった。じゃあ帰るか。うん。今日はもうサクッて戻る。さすがに明日に仕事なんで。でまた勉強しよう。家帰って。こんな感じ。
いや、いいねと思ってたの。うん。うん。結構これやらしいね。プリプリ。ちょっと浮き足立ってる気持ちが。ウキウキしてる。ちょっとウキウキしてる。なんでだろう。うん。帰ろ。右行って帰ろうかな。じゃあ。いやでもバス停ってどこにあるのかなって気になるんだ。やっぱ帰ろ。いや別にそんな。あ、ポーヤマのポップさん。うん、ポーヤマの。ポーヤマのポップさん。ポーヤマなってったら今。この悪くねえでこさ。モンドコロが目に入らなかったお前モンドコロなもんねえじゃねえかよ。ワンドコロだから。ワンドコロ。あれでバッテリーが切れそう。これバッテリー切れたら強制終了なんだ。何で寝たかなかったの。うん。あえて。なんで。いや、そんな長くいねえかなと思ったらやっぱダメだ。 4K すげえバッテリーの比例早い。買う？あ、大丈夫大丈夫。あるよ。だ、マジで大丈夫。 10% になったらちょっと借りとくもん。やっぱいいね、ここは。うん、近いしね。うん、あの、山田ゾーンで撮ろう。山田ゾーン。うん、なんだっけ、峠、土佐和峠の、うん、で、これを右。ちょっとどんな感じなのかなって、ちょっとだけ興味あるから行ってみてね。あ、いいよ。あれだバス停。
じゃあちょっと右側寄って帰りましょうか、うん、うん、あ、何これ、ホッサワ橋、へぇちょっと帰り下の方撮ってみよう、下側撮ろう、やっぱ撮る、携帯落としたらゲームオーバーで、ゲームオーバーゲームで、多分ドローンとか使わないと気が無理だよ、怖い怖い怖い、あれピントが、よし、OK、いいよなこの辺の、登れんじゃない、うん、これ案外橋深いから怖いよね、ここからこうやって適当に見るとさ、あ、汗だろうって思うんだけど、あー、なるほど、バス停多分こっちなんだろうね、うん、こっちから、あ、これ取れてる、取れてる、金、そうだよ、ちょっと怖い、両手で持ちます、うわ、怖い怖い怖い、これ無理だな、落としたらさすがに救出不可能、うわ、怖い怖い怖い、足元がすくむぜ、これバンジーも無理だな、狭くて、うん、気をつければいい、今から見に行くのかな、もういい、戻って、バス停がよく分かんなかったけど、ああ昨日か、うん、ちょっと深いですねちょっとどころじゃないね、多分死ぬよこれ落ちたら、いや確実に死ぬよ、何をおっしゃりましたりで、さすがの滝井壮さんや室伏さんたち死んだ、超登りてーね、発言がね、登りてー、登りてー、お、NPO、 うーん、すげー、日の葉ライド、日の葉ライドってかっこいいけど、あ、ひらがななんだろう、じゃあ戻りますか、見てこれ、うん、それ大丈夫ね、いや行くわ、漏らしていい、ポー山の、ポー山のポーさん、ポーさんどこ、門所どこにあるんですかね、じゃあポン所、ポン所、ワン所、じゃあ戻るか、これ真っ暗になる前にもう出たい、今日は、まあ、真っ暗になってもいいんだけど別に多少は、いや戻りますか、
暑っ、急に暑くなってきた。うん、どうしたの、どうしたの、変な悲鳴出しちゃった。なんかいたの、やべえ。蜂、走ってはいけないと思ったけど、ちょっとあれは逃げざるを得なかった。スズメバチ、うん、うわ、怖っ。変な悲鳴出ちゃった。あれはどうしようもない。スズメバチは勘弁してくれ。スズメちゃんは無理です。で、気の抜けた悲鳴出ちゃった。うわーとか言っちゃった。あーでもいいな、だからここをまっすぐ行くと下一個登山道に行くんだ。よし、じゃあちょっと持ってて。はいよ、じゃあ行ってらっしゃい。いや、今から登山でしょ。よし、ここ登山するしないじゃん。あー、じゃあトレッキングルームで。あ、すポンチロー君、トイレだからちょっと待ってもらうよ。トイレ。綺麗だよな、これな。いいな。お兄さんは行く？行ってったら。あ、大丈夫。うん、さっきコンビニでしてたから。あ、ごめん。じゃあ戻るか。暑いからな。